はい、どうもヒューガバー YouTube でございます。このチャンネルでは、皆様のバーの時間がより楽しくなるように、バーに行ってみたくなるようにいろんな話をしていきます。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。12月末になってきまして、皆さん忘年会等々でね、飲み会も増えてると思います。増えてて、ね、今日はちょっと昨日飲みすぎたから今日なかなかね飲み会つらいななんていう方もいらっしゃると思います。そういう時はね、アルコールを控えて、帰ってゆっくり休むのが一番なんですが、まあ、なかなかそういうわけにもいかないと、お付き合いで飲まないといけないなんていう方向けにですね、リバイバーカクテルというね、言われるジャンルのカクテルを紹介したいと思います。リバイバーカクテルっていうのはですね、二日酔いの時に飲んで、復活できるお酒というね意味のカクテルなんですけど、その中で、今日ご紹介するのはブラッディーメアリーです。ブラッディーメアリーっていうと、ウォッカーをトマトジュースで割った飲み物です。そこにまあお好みでブラックペッパーとかウスターソースとかを入れるね、もうスープみたいなねカクテルですけどね、それを今日ご紹介したいと思います。アルコール度数はね、だいたい10度ぐらい、10度から高くても15度ぐらいだと思いますね。はい、作るバーテンダーによって多少差はありますけどね。はい、でこのブラッディメアリー、名前の由来はですね、一番有名な説は、16世紀のイギリス女王メアリー1世にちなんでるという説が一般的です。このメアリー1世はですね、自身がカトリック教徒だったんですけど、女王在任中にプロテスタントの教徒を、迫害して、処刑して、その数280人なんていうことも言われてますけど、まあ、そのメアリー1世にちなんでブラッディメアリー、そのトマトジュースなので赤色なのでブラッディメアリーなんてね、いう説、名前がついたという説が一番有名です。まあ、他にはですね、ソルティードッグの時にちょっとお話ししたんですけど、ロシア革命で亡命してパリでウォッカを作り始めたウラジーミルスミノフというね人物がいるという話をしたんですが、そのウラジーミルスミノフにちなんだっていう説もあり、名前がそこから名前がついたなんて説もあります。ウラジーミルがブラディーミル、ブラディーメリー、ブラディーメアリーになったなんてね説もあります。はい、それでは作っていきながら話していきますが、あ、そうですね、作者は話してないですね。作者はですね、諸説あります。俳優の、ジョージ・ジェッセルさんだっていう説とかね、いろいろ諸説あるんですが、一番有名なのは、フェルナン・プティオというねバーテンダー。このバーテンダーは、1921年に、パリのニューヨークバー、後に1923年から前回紹介したハリーズニューヨークバーに変わる、このハリーズニューヨークバーね、ハリーズニューヨークバーに変わる前身のこのニューヨークバーで働いてたフェルナン・プティオが生み出したという説が一番有名です。このフェルナン・プティオはですね、この後1933年にサボイホテルに移籍して、その後さらにアメリカのセントレジスホテルニューヨークに移籍して、そこでもこのブラディメアリーを、提供してたということみたいですね。このちなみにですね、このセントレジスホテルの公式ホームページを見てもらうと、載ってるんですけど、まあ、また下の、ね、説明文のところにリンク貼っておきますね。このセントレジスニューヨークの公式ホームページでは、このブラディメアリーは1934年に、セントレジスホテルニューヨークのキングコールバーでフェルナン・プティオが生み出したというふうに載ってます。ちなみにね、レシピを簡単に説明すると、プレミアムウォッカが30ミリで、ブラッディメアリーミックスが325ミリで、このブラッディメアリーミックスっていうのは中にトマトジュース、ウスターソース、タバスコ、ブラックペッパー、セロリソルト、そしてカイエンペッパー。カイエンペッパーっていうと、唐辛子を乾燥させて、粉状にした、香辛料のことです。これが入った、ブラッディメアリーミックスを混ぜるというふうなレシピが、載ってます。ちなみにこのセントレディスホテル時代はですね、このブラッディメアリーっていう名前があまりにもちょっとね生々しすぎるということで、レッドスナッパーというねカクテルとして出してたということも、このセントレディスホテルの、公式ホームページには載っています。はい、じゃあ実際ね作っていきましょう。せっかくね、スミノフ、ウラジーミル・スミノフがの話が出たので、こちらねスミノフウォッカを使っていきます。そしてトマトジュースはですね、今日ちょっとうちのお店で人気のあるトマトジュース、ブラッディメアリーで、こういうね透明なトマトジュース
をちょっとね、使ってブラディミアリを作っていきたいなと思います。この透明なトマトジュースの作り方は、動画を下の説明文の欄に、貼ってあるので、透明なトマトジュースの作り方知りたいという方は下の、透明なトマトジュースの作り方っていう動画を見てください。はい、では作っていきます。うちはですね、こういう、グラスの縁にね、ちょっとだけ塩をつけてます。塩はカクテルの中に直接入れずにお客様に、調整していただくということで、グラスの縁に塩をつけたスタイルでうちはお出ししてます。よし、では作っていきますね。で、うちはね、シェイクして作る、軽くシェイクして作るんで、はい、うちはね、ウスターソースとかは入れないんですけど、レモンをね、少しだけ、レシピの中に入れてます。ウォッカと透明なトマトジュース、そしてレモンを少々です。はい、では振ってきます。お客様のお好みなんですが、最後にブラックペッパーを上に振ったりしてます。はい、透明なブラッディメアリーの完成です。これを出すの結構お客様は不思議があるんですが、飲むとね、あ、トマトだって言って驚かれます。よかったら皆様も作ってみてください。忘年会で飲み会が多くなると思いますが、飲みすぎないようにお体に、気をつけて年末を乗り切ってください。それでは失礼します。バイバイ。